那我们现在开始看一下第五个部分，最后的一个部分。那个桌子是我的啊，这个桌子是我的的一个句子。刚才我们一直练习的是这是，比方说这是我的桌子，那是我的桌子，现在语法变一下，内容是一样的。那个桌子是我的，这个桌子是我的，怎么说呢？看，那个是あの，あの桌子对吧？机，机，那个桌子是我的。あの机は私の，我的，私のです。一起来，あの机は私のです。如果是这个桌子呢？变あの就会变成この，この，この机は私のです。この机は私のです。如果是中间的一个距离，对吧？或者对方的那个地方。その、その、その机は私のです。一起来。その机は私のです。好，那疑问句怎么办？好，那个桌子是谁的呢？あの机は谁的？誰の？誰是谁？の是的。谁的？誰のですか？好，一起来。あの机は誰のですか？好，如果变成这里，这个，这个，この机は誰のですか？この机は誰のですか？如果是对方的，中间的距离呢？その机は誰のですか？その机は誰のですか？好，那我们接下来详细的看一下。我们第二节课刚开始学的是これ、それ、あれ。好，英语就是对的，对称的就是 this 啊、that。それ是中间的一个距离。那第五个部分我们学的就是这个 this 加上名词啊，この，然后それ呢就会变成その、その那个中间。あれ就变成あの、あの，距离更远的，然后加个名词。好，那我们一起练习一下。比方说，我问一下，このカバンは誰のですか？这个包是谁的呢？このカバンは誰のですか？大家要回答，このカバンは佐藤先生、佐藤さんのです。このカバンは佐藤さんのです。好，看一下这个 ，pen， 笔 ，pen。すみません、このペンは誰のですか？这个笔是谁的呢？このペンは誰のですか？テレサさん。このペンはテレサさんのです。このペンはテレサさんのです。这个，报纸，新聞。すみません。この新聞は誰のですか？这个报纸是谁的呢？この新聞はジム、ジム。この新聞はジムさんのです。この新聞はジムさんのです。表、時計、時計。すみません、この時計は誰のですか？この時計は誰のですか？ローラ、ローラさん。この時計はローラさんのです。この時計はローラさんのです。好，看一下这个。computer， 这是电脑。computer。すみません。このコンピューターは誰のですか？ジム、ジムさん。このコンピューターはジムさんのです。このコンピューターはジムさんのです。雨伞、傘。すみません。この傘は誰のですか？この傘は誰のですか？テレサさん、テレサさん。この傘はテレサさんのです。テレサさんのです。好。那我们看一下实际的练习的对话当中怎么会说呢？好，一个人问啊，不知道这是谁的？他问这是你的，比方说这是雨伞。问这是你的雨伞吗？然后这个人就说不是，这不是我的雨伞。然后第三个人就说啊，那是我的雨伞。我们一起用日语看一下这个怎么说。
好，首先这第一个人他说，这是你的雨伞吗？怎么说？不，这个雨伞是你的吗？这个雨伞是你的吗？この傘は你的、あなたのですか？这个雨伞、この傘はあなたのですか？然后这个人就说，いいえ、怎么说？这后边不是我的，怎么说？いいえ、私のじゃありません。いいえ、私のじゃありません。好，第三个人就说，啊，他说啊，那是我的，啊。それは私のです。那为什么呢？因为是对话的，中间的一个距离，对方啊拿的东西，啊，それは私のです。啊，それは私のです。好，同样看一下底下的这个，啊，比方说他拿了一个笔，笔，嗯，笔是怎么说？笔是 pen，pen。同样，这个笔是你的吗？このペンはあなたのですか？このペンはあなたのですか？啊，这对方说，いいえ，不是我的。いいえ、私のじゃありません。いいえ、私のじゃありません。好，第三个人说，那是我的。嗯，啊，それは私のです。啊，それは私のです。好，第五个部分就到此为止，谢谢大家。